はいどうも、たくみ TV です。はい、ということで始まりました。日本選手権まであと19日ということで、一日一日ずつ進んでいってますね。そろそろレースのイメージをちょっとずつね作っていきたいなと思ってます。僕結構イメージ大事にしてて、イメージ作りたい方で、もう本当その当日のホテル出てから競技場着いて、でアップまでの時間過ごしてアップやって、でそれがなんかどんなアップやって、でどういう動線で競技場入って、なんかどういう景色が見えてみたいな、そのスタートラインまでを細かくイメージしたいんですよ。なんかそれやんないとすごい緊張するのと、レースの中をイメージしちゃうと、なんか思ったのと違うことが起きた時にレースの中で焦るので、基本スタートラインまでちょっとずつちょっとずつレースのイメージを作りながら、残りの日々を過ごしていきたいと思っております。なんかちっちゃいよね今日の T シャツ、ほらここなのよ普通は。俺が今ほらはみ出てんのこの分、でも袖がさ伸びるんだよ。こうなんじゃない、だって普通はこうなのよ。あと今日はあれだね、筋肉ルーレットができる T シャツだ。どっちなんだいってやつやる、これから登場する猫はどっちの猫なんだ。おい俺の筋肉、一人でふざけんの。筋肉ルーレットこうできるからといって全然やりたくない。隣の人とかにもさ、いやなんかやばいやついるわみたいな思われるのも嫌だしさ、あんま大きい声も出して迷惑かけるのもあれだし。おい俺の筋肉、どっちの猫が登場するんだい。こっちがくーちゃん、こっちがドット。筋肉ルーレットスタート。ドゥン、わかりにくい。ビビ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 、ドゥンドゥンドゥン、こっち。無理はいかん。やあ、見ないで。うん、うん、はい、ということでたくみ TV 練習日誌。今日の練習はですね、ドリルと流しを行いました。ドリルも流しも分かんないよね。ドリルと流しって何ですか。ダメだこりゃ、最近流行りのひろゆきさんの写像の時のやつですね今。はい、ということでドリルと流しなんですけど、まずドリルっていうのは動き作り、走りの動きを分解して効率的な走り方練習しようっていう、技術練習になります。主な目的としてはそのフォームの改善とか、そのフォーム改善による怪我の予防と、ランニングエコノミー、走りの効率ですね、走りの効率を良くしようっていう練習になります。手流しなんですけど、それ陸上の用語で、だいたい6割か8割ぐらいの力感で走るものになります。これは動作の確認ですね。で、流し自体は練習っていうよりは、流しっていうものを用いてドリルの動作を確認する。用語多いんですよね陸上って、難しいね。ちょっとずつね解説できたらと思います。はい、動画がこちらです、どうぞ。ドリルをその選手個人の動きとか見ながら作っていただいてます。で、僕の課題は膝下振り出しちゃうところが課題で、重心の真下でしっかり踏んで力をもらうっていう取り組んでいます。あと後ろに蹴っちゃって足巻いたりして、これが足だとしたらこうふこの巻きたくないんですよ、足をこうやって指に反応してやってくるんだ。着いた時にはもう次の足は前に来てて欲しくて、ここがこうやって走ってて、
ていうね、はい、何の話だっけ、まあ課題があってそれを直そうっていうのでドリルをやってます。なんか種目とかは質問等があればお答えできると思います。はい、で一応それを流して確認して、前傾がちょっとやっぱ通れてない、前にこう傾いた状態で走りたいのが傾かないので、ここですかね、体起きちゃうので、起きちゃうと足蹴って蹴ってってなってまた怪我しちゃうんで、それが原因で一回ちょっと怪我してるので、うん、次、はい、ということで匠トピック、はい、今日はですねレースの解説をしていきたいと思います。今回解説するレースは2017年の福井インカレ、タイムは1分47秒97で優勝というレースになっています。このレースは、ラストスパートが綺麗に決まったレースなので、そこに注目してご覧ください。元の動画は概要欄の方にありますので、こちらの動画をお借りしました。概要欄に貼っておきます。それではどうぞ。はい、ということで、レースが始まります。僕が走っているのは5レーンですね。今スタートしました。スタートの時に意識しているのは最初の3歩早く出て取れて遅れないことですね。同じ大学の梅谷君は今一番後ろになってるんですけど、こうなると監督にすごく、後で怒られるので、こうならないように意識してます。200の通過の時点で位置取りなんですけど、ここであんま無理して外側広がってもっていうことで、まあ、でもいつでも前は狙える位置にいながらっていう感じで進めてますね。で今5番手ですね。で今先頭の早稲田の西久保くんと谷原くんがいて、その後ろが玉上くんです。今チーム一緒なんですけど、ここで外から400までに前に出ますね。早稲田とその後ろの3番目の間が空いたので、その間に入っています。でラスト300になるんですけど、この辺りからもう前はいけるなって思ってたんですけど、ちょっとまだ長いので様子見て、でここの順位が前が入れ替わったタイミングで2番目に上がります。でこの時もちょっと外につけてますね、いつでもいけるように。でラスト200通過してまだ余力があったので、ちょっと前の選手の動きを見て、ここでいけるなと判断して前に出ます。その後ろ日大の灘くんがすごい後ろいたんですけど、ラスト100でここから切り替えて一気にいきます。後ろがすごい接戦です。ここでもう一回顎引いて、動きは崩れてるんですけど、ラスト振り絞って今ゴールということですね。これで大学の対抗戦なので8点が入ります。大会記録でしたと。はい、大会新記録ということで残っております。以上が解説となります。次、はい、本日のタロット占い。それでは本日のカードはこちらです。バン、ザ、ムーン、月のカードです。このカードはですね、キーワードとして変化とか情緒とか深層心理とか潜在意識みたいなキーワードなんですけど、客観的視点とコミュニケーションが大事になるよっていうカードです。今感じてることとか思ってることが実際にそうなのか自分の中で客観的に確かめてみる機会にしてはいかがでしょうか。思い込みで決めつけてるかもしれないようなことを客観的に見てみることで、間違いや失敗が起こりにくくなると思います。穏やかな姿勢を心がけつつ、コミュニケーションを大切にする一日にしてみてください。ということで、それでは皆さん良い一日を。カターはナイスデイ。